皆さんこんにちは、ババラーの館へようこそ。みーです。今回はスコア上げをやっていこうと思います。最初は 3DS ネオクッパシティ R から、とりあえずね、全部のコースを走って全部のコースをスコア上げ、まあ、できたらなという気持ちではいます。はい、引っ張ってドーン。さあ、最初はね、8位スタートだった今とりあえずインコースを走っていきたいけれども、とりあえずスコア上げなんで、こういう風なね、ちっちゃいコインとかはできるだけ取っていきたい。さあ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 、ここでキノコを使う。コインをゲットするけど1枚か、残念だな。ちょっとあれ、なんか角ついてんぞあー、コイン2枚取れた疑惑、ちょっと惜しかったね。でこっち、あ、なるほど、コインボックス。まあまあまあ、すぐ使っちゃって、とりあえずコンボをつなげつつの、いてコンボをつなげつつ、なるべくね、スコアを伸ばしていきたい。お、パイロン天国、パイロンでめちゃめちゃ点数を稼ぎたい。お、しかもフィーバー、ナイスフィーバー、本日1回目のフィーバーでございます。いいねいいね、どんどん前に当てたい。うわ、くっそー、通過してからになっちゃったか。通過する前にね、当てられたらでかかった。じゃあここでコインもらっていこう。ほい、コインね、大切よ、マジで待って、これ緑コーラ当てられたね。そしたらまたここでコインボックス使いたい。だってね、あれだよ、なんだっけ、コンボをつなぎたいからね。そう、ここでも欲しいコイン、おっきい3枚ゲットからのバナナ落として誰か踏んでくれないかなねえ、めっちゃコインボックス出るじゃん。コインボックス、まあ嬉しいよ。ちょっとアイテムチケット使おうかな。残ってたっけ、アイテムチケットないんだった。そうだった、じゃあパイロン天国で行こう。めっちゃパイロン蹴り飛ばすもうすぐゴールお願い、1ゴールさせて、1ゴールができればでかい。さあさあ、オッケー、16714、お、ニューレコード、いいですね。そうそう、こういうデイリーとかね、ちょっとずつまた消化していかないとスターが足りなくなってしまう。次はサンセット荒野行こうかな。はい、引っ張ります。このサンセット荒野結構ね、難しいよね、スコアが上げにくいというか。あ、そしてね、そう、本日はちょっと縦画面でやろうかなと。この前ね、あの配信で縦画面がいいっていう風に言われたので、ちょっとこれからまたちょくちょく縦画面でやって、まあ、フレンドマルチのみ横画面にするとかね、そんな感じでも、ちょっと間違えた、曲がる方向間違えたんだけど、赤コーラちょっと投げ飛ばしちゃいたいな。お前に当たるんかいて、うわ、爆弾の間すり抜けて、うわ、マジか、強いね、いいね、スリップストリーム強いよ。よしよしよし、何かいいアイテム来てくんないかな。また爆弾か、なるほどね。で、ちょっとあの人に当たる、うわ、やられたわ。いいタイミングで投げてくるもんだわ。いやー、これ1ゴール、ねね、1ゴールで通過でしたいな。多分いけるかな。あ、今1位でしょ。あ、やめて、そういうのダメ。あ、あっち行った。あ、待って、あー、コース、うわ、くそー、やられたわ、巻き込まれたわ。あ、待って、間違えた、まだ間違えたよ、こっちお、フィーバー、ナイス。さっき赤コールだったからね、今回バナナフィーバーということで、いろいろね、巻き散らしていければいいよ、いいよ、いいよ、コインもゲットしてるよ。なんだけどな、まあ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 、ウルトラターボできなかったかな。いて、あのコウモリちょっと邪魔よこのまま通過したい、お願い、行って、うわ、やべ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 、いやいや、ちょ、3位かよ。これ1位だったら絶対スコア上がってたよね。うわっ、ていうことで、もう一回行こうかな、サンセット荒野。ちょっと、わー、まあ2000点上がってれば、まあ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 、もう一回行こうか。はい、引っ張ります。綺麗なコース、これね、今回の動画を、まあ、今日出してる、火曜日にね出してるんですけども、水曜日、明日ね、ガチャ更新組んで、あ、やーべ、ミスった、爆発させたのは私です明日ガチャ更新来るんだけど、ちょっとね、ルビーを温存したいなと。だって年末年始絶対来るじゃん、クリスマスにお正月に。ここのコース間違いやすいんだよね、右左。さあ、誰かを潰していけるかな。潰したい、当たりたい、当たり屋になる私は。よし、あー、あの人に当てられなかったな、まあしょうがない。だからね、ちょっとルビーを温存しておかないと皆さんもやばいと思うんですよね。フィーバーナイスだよ。赤コーラからのバナナからのこの爆弾、
ちょっとあの人に当てらんないかな、あの人ちょっと当てたいんだけど、当たらないか、手ごわいな、まあ、とりあえず赤コーラ、あぶね、赤コーラであの人に当てて、私はチケットを使います。あ、また赤コーラ、なるほど、やめてやめて、来ないで、やめて来ないで、やだ悪あがきの赤コーラ、一番最後尾の人に4回当たる可能性がある、ちょっと気をつけておいてねいやー待って、この人たちね、ぶつかると怖いから若干ね外れ気味に行きます。キノコもないしね。で今回こそは1位通過したい。いやーゴールド2つ来るとさ、コインフィーバーかと思うじゃん。いやあ待って、自分で踏む、危ねえ。お、ナイス1位ゴール、お、スコアも上がった、 OK、 11000点、嬉しい。じゃあ最後マリオサーキット R 行こうかなと思います。マリオサーキット R に関しては結構ね揃ってるっちゃ揃ってるから、まあスコアでもね2万点超えてる時点でちょっとスコア上げいけるかどうかっていうのがね不安なところでもあるんですけれども、まあ1回でこれスコア上げできたらちょっとでかいよねと思う。今回はねサクサクペースでちょっとスコア上げをやっていこうかなと思っている。また赤コーラいいよ。あ待って、そうこれね草むら入っちゃうとペースダウンしちゃうから、そこがちょっときついよね。ここでほいターボ解放して、何かいいアイテムをくださいな、お願いします。あ、バナナフィーバー、いいよいいよ、ここでバナナを撒き散らすと一本道だからね、ジャンプ、みんな踏んでくれるはず多分やった、いっぱい踏んでくれてるわ。よしここでカーブ、たまにこのカーブミスるときあるからね。お、いいよコイン、ここで投げる、誰にも当たらないかな。そう、ここコンボをつなげるのちょっと苦手なんですよね今のところ。で解放してこっち来る、いやべー間違えた、行って雷行って、え、お願いお願い、とりあえず1周目も2周目も1位通過させてほしいんだけど、後ろだいぶ OK、 迫ってきてからの大きくめるっていうのは辛いよね。よし、何かいいアイテムをお願いします。バナナ1個、マジで、あ、やべ、ぶつかるかな、危ねえ危ねえ危ねえ、あ、待って、あー、ぶつかったー、よっしょい、こっちから行くよ、頑張ってコイン回収。赤コーラ投げたいけど緑コーラに持ち帰っちゃってるな、なるほど、よし、当たるからの、ここもうちょっと先行けばアイテムがある、そこでアイテム何が出るかだな。いや、そろそろフィーバー来てほしいけど、お、ナイスコインフィーバー、これはもしかしたらあれだね、スコアが上がる可能性がある。こっちジャンプして、でもここうするとね、そうターボがたまらないっていうのがちょっとお悩みよね。ここコイン2枚もらって、はい、ゴール、さあ上がったね、よし上げられたよ、よし2万2000点超えましたね。ランキングちょっとどうなってるか見ていい？49000、まあ、下の人とねちょっと距離が開けられたのかな。これ以上のスコア上げはもしかしたらねフィーバーが 2,3 回来てくれないと無理かなとはちょっと思うんですけれども、まあ明日の更新楽しみにお待ちしましょう。で次回のガチャ、明日のガチャかなっていうのはちょっと多分引かないで温存するという形になります。ということで最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。